裁縫系ですよ。あ、はい。は、やっていただいて嬉しかったな、なので。はい。特にないです。特にない、あら。じゃあ、浅くばかりと。ような。じゃあ、打作の4番いきたいと思います。京都人すぎるって。はい、読みます。す、はい、って始まるテンションが下がることを教えてください。はい、打作です。お考えください。どうぞ。卑屈すぎるって。次からね、あんま入るなしで。おっと、早いですね。行きましょう。中木ひかるさん。すで始まるテンションが下がることを教えてください。須藤元気の YouTube。下がらへんやろ。下がらへんやろ。主観が過ぎるぜ、おい。行きましょう、リセット。はい、じゃあ、ゴンベルさん、行きましょう。すで始まるテンションが下がることを教えてください。すっぽんぽんで女子の前に立ったら小さいねと言われた。今ね、平素系 YouTuber が一番笑っております。はい、行きましょう。リセット。はい、じゃあ、ドクランさん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。スパンクス、腕が。誰だ誰だお前誰だお前いいね。よいしょ。リセット。大事な時に。テンション下がりますよね。それでは始まる。結構ね、バーツを使って、そういう話題で。じゃあ、中井ひかるさん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。スウェーデンと日本の幸福度数の差異。テンション下がるわ、あれ、確かに。わかる。リセット。わかるな。じゃあ、ドクロネさん行きましょう。スーで始まるテンションが下がることを教えてください。プラトゥーンにガチ銃が登場して、ガチ銃が一強。あら、そうだよ。人数減ってくんの。そらそうだガチ銃だもんガチ銃だもん。リセット。おっと、一気にやりました。じゃあ、スポーツバックさん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。なんか、スカイ株式会社、なんか、一つも何を言ってるかわからないし。どんどん行きましょう。リセット。では、じゃあ、トレデコさん行きましょうか。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。焼きが終わったってことだけがわかる食卓。わあ。縮小さんだ。いいね。リセット。じゃあ、ラスコ行きましょうか。はい。スーで始まるテンションが下がることを教えてください。巣鴨の公園は遊具がない。そうなの？巣鴨に公園があるかどうかすら。じゃあ、ドクランさん行きましょう。スーで始まるテンションが下がることを教えてください。スポーツドリンクバー。通いがいないなぁ。そんなにいっぱい飲めないしね。じゃあ、リセット。じゃあ、中木さん行きましょう。スで始まるテンションが下がることを教えてください。スーパー水蔵ガン。水蔵ガンでいいだろ。水蔵ガンでもテンション下がるだろ。リセット。では、ゴンベルさん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。タン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 、素晴らしい LAT を、チャチャラチャラチャラ、LAT を。素晴らしい。さあ、行きましょう。トラネコさん、行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。釣りの銀次に、
特に変装使わずに盗まれる。ママの銀次がね、一気に何億持ってかれますから。じゃあ、リセット。じゃあ、中井さん行きましょう。スーで始まるテンションが下がることを教えてください。スコップを注文したが、思ってたより大きい。スコップなのか、ラベルなのかね。行きましょう。リセット。はい、ドクロネさん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。ストローに果肉が詰まる。あー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 みんな思い返しちゃった。あるなーみたいなね、やだなーって言うからね。ヘッドプリでもね、抹茶も意味ないですから。トラネコさん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。須田まさきと付き合えばいいじゃんってくらい長い彼女の須田まさきの話。どうしようないしな、こっちは聞いてて。ああ、いいね。リセット。テンション下がるな、さすがに。クロスバックさん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。なんかスナイパーがなんかターゲットとなんか レンズについた虫を間違えている。どっちかな。行きましょう、リセット。はい、じゃあラスコ行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。スヌーズ機能で3回裏にもう1回サイレンが流れた。楽しいな。試合になりますよね。セット。じゃあゴンベルさん。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。スプーの絵描き歌が楽しいんだね。他に趣味ないのかな。あ、出来上がって。リセット。はい、では、じゃあ、中木さん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。スキーができない。シンプルな。では、お時間来たんで、じゃあ今、回答があるよって方は挙手ボタンお願いします。ただ雪山にいるだけですからね。ごめん。じゃあ、ドクロネさん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。スパイファミリーのダミアニャじゃない回。いや、最近の大体そうよ。今の、今期のやつは。では続いて。スポーツバックさん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。スープを作ってるジャイアン。まあ、うまくはいかないでしょうね。ゴンベリさん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。酢飯、酢キャベツ、酢汁食べ放題のとんかつ屋。酢汁酢汁では、トラネコさん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。ストーカーみたいな人がストーカーだった。ちゃんとそうなのかよって、ね、ちゃんとストーカーなんかい、ね、じゃあ最後中木さん行きましょう。スーって始まるテンションが下がることを教えてください。砂いっぱい。以上が、こちらのお題です。お疲れ様でした。ナイスファイト。ナイスファイト。嫌でしょ、砂いっぱいあったの。嫌ですよ。嫌ですよ。砂も嫌ですよ。そうだなって思っちゃった。なんで笑わねえんだよ。笑ってだろ。いっぱいというわけで。では、またね、回答振り返っていきましょうか。
今度、なんかコメント欄から拾っていきましょうかね。コメント欄でぜひ、あの会場が良かったよっていうのがあれば、ぜひ。ああ、でも面白かった。赤木さんだけなんか、すごいなんか真正面から、攻撃で戦ってますよね。T ができないとか。スナイパーとかね。何か間違えてますかね。いやいや、もうとても合ってます。とても合ってますね。素晴らしいと思います。あ、コメント欄来てますね。ケーキが終わったってことだけは分かる食卓。タラネコさんの。これは確かにな。あーって。ただいまって帰ってきて、これやったら、逆ですよね。卵の殻とかまだ持ってたよ。ボンベルさんのスポンポンで女の子の女子の前に立ったら小さいねと言われたが、今野さんがね、一番大きい声で笑った。はい、楽しかったです。本当に。一番何が小さかったんですかね。あら、なんだろうね。なんだろう。あ、僕かな。俺、自分で集めといて言うことじゃないですけど、変な人ばっかりだな。いやいや、これ以上喋ると、カットされちゃうから、また動画、そうです、動画化されると。そう。前回大変でした。ああ、これ好きですね。トクロイさんのスプラットにガチ銃が登場して、ガチ銃が一強。これはもうね、本当に、さっきも言いましたけど、どんどん相手チームが減っていくだけっていうか、人数減っていくだけなんでね、それはね、ガチ銃が一強ですよ。人に落ちとかじゃないです。味落ちですから。こうやって見ると、中木さんの回答いいですね。チームができないとかも、ね、雪山でただ一人いる感じとかね。うん、ねえ。ショップを注文したが思ってたら大きいとかね。皆さん、スキーができない。それどう思いますか？まあ、確かにテンション下がりますね。テンション下がる、本当に。ということは？あ、また面白い回答ですね。素晴らしい回答。唯一違うかなと思ったのが。素晴らしい回答ということは？いや、でも、一度目に須藤元気の YouTube で出してる。須藤元気。道中のね、回答いいのに一番最初須藤元気だ、ええ。どう思ってんだお前はっていうのがありましたけど。では、こちらの問題の次は、じゃあ F さんに決めていただきましょうか。あ、はい。そうですね。やっぱ一番アンテンションが、寂しいよりでね、やっぱ秋なんで、虎猫さんのすき焼きが終わったってことだけがわかる食卓ですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。これは本当に哀愁と、季節感といい。うんうん。家の外も中も寒いみたいな感じ。なったもんね。というわけで、こちらの題の MVP は、虎猫さんのすき焼きが終わったってことだけがわかる食卓です。おめでとうございます。では、そうですね。今から、10分間ぐらいですかね。